子猫の地位が始まるよ。お父さんのご飯はオッケーと、傭兵は学校に行きましたと。ああそうそう、ゴミ出しは大丈夫よね。なんか忘れてる気が。お母さん、ご飯まだ？なんだっけ。もう。お母さん、チーのご飯は？ごめんね、チー。いいな、お母さん。え？僕もチーに追いかけられたいもんだよ。あら、追われる身も結構大変よ。ぷんぷんは。追われる身も大変なんて、そんなセリフ一度は言ってみたいね。ぷんぷんは。するからそこどいて。お母さん、グーって来てるよ。はい、ちょっとごめんね。やあ、遊んでたのに。猫は掃除機苦手だっていうのにね。おもちゃーい。ごめんね、チー。またどいてくれないかな。ここチー寝てるよ。生え変わる時期なのね。よく抜けるからお掃除が大変。お仕事終わった？ダメダメ、なんだか行き詰まっちゃって。あらあら。あれ、今日ってスーパーの特売日じゃなかった？早くしないと卵売り切れちゃう。僕も行こうか、荷物持ち。大丈夫。その代わり、チーにブラッシングしといてくれない？え、僕が？気分転換になるでしょ。それに、ん？チーと仲良くなるチャンスじゃない。え？じゃあ行ってきます。あ、行ってらっしゃい。仲良くなれるよね。あったあった。そういえば買ったままになってたな、これ。これは確かにブラッシングしないと。ほら、チー、ブラッシングしてやるぞ。なら。このくらいでしょうか、チー様。そもブラッシングってどうしてもしなくちゃダメなのかな。何何、舌で行う毛づくろいは。
大量の毛を飲み込んでしまうため、まだ子猫の時は注意が必要です。飲み込んだ毛をうまく吐き出せずに病気になってしまうことも。ちぃのためだ。お父さん頑張るからな。許せちぃ、ね、もしかして、おお、はい、毛布みたいだ。時々ブラッシングしてやらなきゃな。な、ちぃ。お父さん。ただいま。あら、まあ。ブラッシングしてやってからずっとこうでさ。ほらね、仲良くなれるチャンスだって言ったでしょ。いいなお父さん。いやいや、追われる身も大変だよ。待っててくれよっち。お父さんすぐに仕事終わらせるからな。そしたらまたブラッシングしような。ごめんね、ちぃ。ここちぃ寝ちゃうよ。ちぃもう動かないからね。こうなったら実力行使ね。どかないと吸っちゃうわよ。ほーら、ほーら。にゃー。はい。え？はい。え？え？にゃー。はい。うわー！送信！終わったー！さあ、ちぃちゃん。おブラシの時間だよ。スースーブラシ気持ちいい。すごい、掃除機のブラッシングだね。そうね。ちぃ。
お母さん、来て来て。もうしょうがないわね。結局はお母さん。みんなでお出かけだって。山と湖、大冒険の予感だぞ。次回、チーキャンプする。大自然だチー。